寿司松井離れ。オープンして間もないが、すでに1ヶ月先まで予約が取れない。言わずと知れた人気高級寿司屋だ。普段は税込み8800円のコースしかやっていないが、今回は特別に好きなお寿司を好きなだけ食べれるそうな。しかしそんなに世の中甘くはない。各々に禁止ネタというものが設定されている。それでは始めましょう。禁止ネタ頼めば即帰宅の高級寿司店。じゃあドリンクでも頼みますか。早速。そうですね、そうですね。ちなみに皆さんお腹の方はどうですか。グーグーです。グーグーです。グーグーです。スカトピオが頼もうかしら。今日はチーユがいいです。じゃあちょっとドリンク僕いいですか。すいません、マスター。はい。アップルタイザーください。アップルタイザーって何だ。アップルジュースじゃないんだよ。じゃあもう僕もアップルタイザー。はい、僕はアップルタイザーで。はい、じゃあ僕いつもので。いつものタイザー。アップルタイザーよ。いないって。すいません、ウーロン茶濃いめで。アップルタイザー飲めや。お前ウーロン茶濃いめです。もちろんあれですよね、タイザーの意味は分かりますよね。分かります。当たり前ですね。タイダはサボることでしょ。タイダー間違ったんですよね、サイダーとタイダー。状況間違いない。じゃあ僕いきますよ。はい、はい、アップルタイザーでお願いします。タイダーとタイダー。メニュー見てくださいよ。美味しそうなのやっぱりだ。本当にここ1ヶ月マジで予約取れないそうだみたいな。マジで俺らが食べるの今日だけよ。あ、アップルタイザー。アップルタイザー来た。タイザー来た。ありがとうございます。ありがタイザー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 。おおきり。じゃあもう乾杯しますか。待て待て。俺来てないでしょ。まあ、そうか。本当に来ないみたいな。だからいつものやつっていうことは、だからハブってっていうことです。いつものやつじゃ、ちなみに何なんですか。あ、ちなみにアップルタイム。それはそれはそう。酒飲んでろ。さあ、卵だけ。うまい。めっちゃうまい。リンゴやろ。うん、リンゴや。皆さん、じゃあいいですか、準備は。はい、はい、もちろん。で、今回ですね、寿司松井さんということで、でも松井さんって今回離れでね、離れっていうそのお店なんですけど、早速じゃあこのメニューを頼んでいきますか。じゃあもうそうですね。もう僕決まってますけどね。まだ私も決まっております。私も決まっております。私も決まっております。私は全く決まっておりません。 Quand t'es venu dans la rue inconnue。 うわぁ、一品目はないですもん。ですよね。まあ、そうですね。攻めますよ、私。はい、中途の一つ。お前やっぱ攻めないんじゃん。しょうもない。じゃあ私聞いていいですか。大将エアリーお願いします。やばい、言ってもうた。ウニ。じゃあ私出かしてみます。大将ウナギバター。おお、攻めさせていただきます。大将ウメ水晶お願いします。お前帰りたくないか。いくらお願いします。攻めたね。攻めたね。いくらね。もう帰るやつ嘘か。多分帰るって言うの。もうちょっと攻めすぎたかな。やばいな。なんか寿司屋ってこんな疲れるっけ。カリちゃん、そう。お、おいしそう。おいしそう。ウメ水晶。でもな、絶対一人は中トロ。あるね、あるね。あの寿司の定番ですから。うまそう。うなぎはうまそう。見て。うわー。え、ちょっと待って、僕が最後なんですか。大丈夫。
大将こんな目だった、赤いやつ元気だった、え大将びっくりした、ウニやんの、ウニですよ大将、ほんま手出ますよ大将全員いただきますか。いただきましょう。いただきます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 。メスイッシュがいただきます。うまかね。来年の12月まで僕予約してる。毎日お前のせいでパンパンだろ。え、全員セーブ？全員セーブ。よかったセーブ。よかった。よかったです。これ一回で終わるの嫌な。じゃあもう早速2品目いきますか。生牡蠣ポン酢ください。うわ。島田氏お願いします。うわー。島田氏。エビユッケでお願いします。うわ。おー。先ほどの見て食べたくなりました。中トロ。何行くか、行くぞ行くぞ、どうすんねん、この儀式マジでマジで大将が中トロにこんなにいやさあ全員、はい、揃いましたということで、はいはい、一斉に食べていきましょう、はい、いただきます、いただきます、いただきます、えぐい、もう余韻とかないから、うん、この店ノースリーブあかんねんお前らだおるやん待って一人消えたことによって話していやなんかすっきりお前に帰んねんよこの企画よしちょっと攻め合おうですオッケー、じゃあ三品目いきますか、えい、トロタクいくらください、うわつぶがい、うまにお願いします、マグロ赤身ウニのせで、はい、カルト金目鯛お願いします、うわっ、はい、うわっ、はい、やっ、ありがとうございます、別にクリアしてくるね、やったー、早いねんな、いつもセンペロなんか、うん、サッと出てくるねんな、うん、俺だけないらしいね、禁止エンロエンロ、いや、うまそう、すげー、できたよな、どういうこと、どういうこと、来ました、来ました、来ました、さあ、皆さん、はい、いただきます、まだでも分からんから、うまそう、この形の皿初めて、うまい、うまっ、どれどれ、えぐい、うまっ、えぐい、めちゃくちゃうまい、ただのご褒美やん、演じるエビください、うなぎバター、うなぎバターね、サクラマスお願いします、はい、アワビ煮つけいただいた大将でいただいた大将気合入れたいや、大丈夫大丈夫、あれあれあれ何何マジいやリアすんないやリアすんな、ちょっと面白かったんでなんか面白い逃げてたおもろいこといや、わかんないですわかんないです、ただ僕面白いなと思って見てただけなんで、まあまあまあガリ一応いっさあ揃いました、じゃあ皆さんいただきましょう、はーい、いただきます、アワビ人生初、天然引っ張ったら絶対うまいやん、えいただきます、うまっ、えっ、うわ、アワビ味噌、うん、うだいぶわさび入れはるあ
いやー、いやー、2人減って、うん、残り3人。あー、いくらの茶碗蒸しください。いくらの茶碗蒸し、友情一気でお願いします。そんなんやったら僕もマグロ、赤身、ウニのソロで。何聞いてた。うわ、いくらだ。えぐらじゃあ食べましょうか。いただきます。いただきます。これガチでえぐいただきます。うわ、濃厚、うま、芳醇、スモーキー、やばい。大将、また今度辛く食うだろうだろうな。なんかすごい色がじゃん、これを。いや、やっと店内が静かになって気持ちいいです。そうですね、寿司屋やっぱりね、友達を連れてくるって言ったら友達選ばないとダメですね。いや、僕も頼んでおこうかな。うん、僕ね、ちょっと食べたいのがあるんですよ。あー、食べてください。それはもうウニください。I don't know where she came from。 じゃあもう僕もそろそろメインディッシュいきましょうか。メインディッシュの小肌ください。あ、結構ここは有名人とか来られるんですか。まだまだそこでは。あ、そうですか。いや、来ますよ。だって僕たちがまず有名人。じゃあいただきますか。いただきましょうか。いただきます。うまそう。うまそう。しっかりしてる。これあれですよね、あの北海道の海です。あ、そうですね。当たっても、この小肌もいいほどですね。そうですね、山口かな、熊本。いただきましょうか。いただきます。いただきます。千葉県の海ですよね。そうですね、九十九里の正解です。当たっても。お前すげえな。お前すげえな。ずっといきます。中丼。ペロが美味しく食べれなかった桜マス。はい。そろそろ2人やから、うん、もう目つぶって出すの。あ、絶対どっちか合うんだよ。そろそろ目つぶっといて。はい。ほ、ほや。え、大丈夫やな、これ。え、ちょっと待って、大丈夫やな。ほ。あれ、ちょっと腹膨れてる。俺もちゃんとね、あれ、ちょっと腹膨れてる。さあ、じゃあいよいよ、いただきますか。うまわさび、強制終了っぽい。じゃあ、俺もあと一人で食うだけの。はい、じゃあ、この中トロ食べますか。いやですか。待ってたよ。ちょうどやばちょうど栄養食ってみよう。じゃあまた来ます。ありがとうございます。てっちゃん一人残ったってことで、うん、優勝です。ってことで、うん、フィーバータイムで締めた一切なし。そうね、残念ですね。一人で食べていいんすか。はい、てっちゃんの高級寿司チャンネルへようこそ。今日は寿司屋松井さんの離れの方に来ていただきました。どれが一番おすすめとかあります。そうですね、まあ、当店で出してる小肌、小肌がやっぱり、小肌からまずこれプリップリやしな。うまい。わさびもちょうどええわ。うまっ。スタンパンプいいねんすか。あ、バターや。バター踊りながらバター入れようとしてる。こいつじゃあね、最後やっぱこれじゃん。おっ、次のどんちゃん。
思うよ。マジで。それか。お前ちゃんと言って。